公安から病院というヒントを受け取って1週間。ちょっとすみません。行動理念って何やいい？スピナーとコンプレスは連日リーデストロたちと会議会議。俺うんこしてくるってなわけ。助けて。各隊実力者上位3名が隊長を補佐、1名を除き皆各地にある拠点を収めていたリーダーたちだ。徹底監視と行動制限の中、気取られずに全構成員を把握できたのは幼少の頃から叩き込まれてきた公安の交渉術の賜物だ。とかでいいんじゃないですか。ほう。あとリーデストロへの中心は必ず添えるように。ああ。もう一つ、彼らが具体的に何をしようとしてるのか。現行制度、すなわちヒーローの殲滅、超常原始法が意味を失ったように混沌の世を作り出し、ピースが揃ったのはあなたのおかげだ。ブバイガワラジン、あなたが気のいいやつなのは分かっていた。ヒーローなのに解放軍のことをよく分かってるよな。なんで？共感できるからです。かつて夢見た世界はがんじがらめの鳥かごでした。強化中だからだよ。京都の山で4ヶ月かけて仲間の役に立とうって人間に悪いやつはいねえ。おはよう。ガラキ九代、蛇腔総合病院創設者にして現理事長。気まぐれにも見える遠隔だが、人々からは敬意とともに受け入れられている。なぜその男だと分かった？公安からの情報を受け部下を潜入させた。これがその写真だ。ちっちゃいノーム。都市に壊滅的な被害を受け、多くの市民やヒーローに犠牲を出してしまった。まずはヒーローたちを2つの班に分ける。これら2つの事案を同時に行う。またそれぞれの班には後方支援としてヒーロー科の学生たちを配置。